の子とずっと一緒にいる時とかあるじゃないですか、うん、その時は好きついて一回それに行ったりとか。大学生松下で19歳、朝行く前剃って家帰って剃ってバイト行くみたいな。絶対家帰んないといけないんで、結構時間なくても急いで帰ってひげだけ剃っていくみたいな。遠いっすよ。自身の毛の濃さに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。中学2年から3年ぐらいにかけて、まあ、若干気になり始めて、まあ、そこから剃り始めたんですよ。高2、高3あたりになって剃っても若干青く残るようになっちゃって、結構気にし始めました。自分の中でクラスの女の子から青のりついてるよって言われて、口周りにこいつやるなと思ってとりあえず流したんですけど、割とずっと心に来てますね。カウンセリングにて現在の状態を見てもらうことに。まず今ですね、毛の中でもこの成長期、退行期、休止期という3種類の毛に分かれておりまして、はい、レーザーの光がこの成長期の元気な毛のみにしか反応してくれないですね、はい、そこにレーザーが集まって、まあ、毛根を火傷させて脱毛するという方法なんですけど、はい、皮膚 の, そのメラニン色素にも集まっちゃうんですね、はい、なのでちょっとあのレーザーもちょっと手加減しながらやっていかなきゃいけない部分もあるかもしれません、はい、ツルツルを目指して頑張っていきます。お願いします。モテたかったからで、ヒゲ生えたままだとモテないかなと思って、ヒゲ忘れた時絶対マスクして行ってました。付き合いが長くなってる人全員に言われるんですけど、お前口周り青いぞって言われるんですよ。それが嫌ですね。最初何も言われないんですけど、親しくなってきてから急にグイグイ来られるようになって、10分ぐらいですね。それで遅刻したりもよくするんで、普通に部署ったく行くんだったらちょっと遅刻するぐらいまあいいかな。脱毛前はその朝剃ってもその夕方とか夜ごろになるとやっぱり青くなってきちゃったりとかして、まあ、自分的に結構生えてんなみたいな鏡で分かるんで、あんまテンション上がんないみたいな、ちょっと悩みでした。結構自分の友達もヒゲのこととかで悩んでる友達もいたりして、俺が脱毛してるって言ってていいなとかってよく言ったりしてて、社会人でもあんまり時間が取れないじゃないですか。だからまあ早いうちにやって第一印象的な部分も結構変わってくるかなって思うので、まあ、就活とかそういう時期に備えてやっとくっていうのはありなんじゃないかなっていう。お待たせいたしました。松下様ですね。はい、こんにちは。脱毛ね、2年ぐらいかかりましたよね。はい、大体2ヶ月3ヶ月おきぐらいにされたと思うんですけれども、はい、10回ぐらいかかりましたよね。はい、で今日ね、やる前の写真ちょっとパネルにしてこうやってお持ちしたんですが、はい、今もこうやって見比べてみて全然違いますよね。そうですね。もともとやっぱり鼻の下ですとか、この顎のあたりとか、はい、ほっぺたもねちょっと生えてらっしゃいましたよね。はい、並べてみますけれども、はい、こうやって見ても全くないですよね。はいはい、たまにね肌荒れ起こしちゃう方っていらっしゃるんですよね。はい、ニキビみたいなのができたりとか、はい、あと本当に稀なんですけど焼け残しちゃう方なんていらっしゃるんですが、まあ、そういうこともなくてね、はい、スムーズに進みましたよね。はい、もともとね気にされてたっていうのはやっぱりこの見た目の青さですとか、はい、あと結構ヒゲ剃りが大変だったんですよね。そうですね。うん、僕もちょっとカルテとか見直してみましてね、はい、1回お家に帰ってまた剃ってまた出かけられるなんていう、はい、そんな不便な、ね、生活されてて、はい、今だいぶ楽になられたんじゃないですか。そうですね。今は剃っても3日に1回とか、うん、こうやってヒゲがまあなくなって、はい、大変ね、楽になったと思いますので、はい、これからも、まあ、ヒゲがない生活っていうのを、ね、楽しんでいただければと思います。はい、ね、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、彼の脱毛への挑戦は終わりを迎えた。そして生まれ変わった新しい人生がまた始まる。